どうも、画家の部屋の寺本です。お願いします。はい、今回なんですけども、今回はとあるレストランの風景を描いてみたいと思います。はい、で今回なんですけど、なかなか結構時間がかかってしまいましてですね、短い動画にまとめることが結構難しかったので、今回長尺な動画になってますけれども、もしよろしければ最後までお付き合い願えればなと思います。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは、もうすでに、書き始めてますけれども、今回は室内のモチーフということで、結構最初の段階で、下絵を細かく描いております。でその下絵を元に今は大まかな色分けをしてる段階ですね。はい、で影の部分も今やっています。椅子によってできた机の今は、テーブルであったり、遠くに映っている人影、に色を入れているところなんですけれども、こういった細かな部分が多いモチーフの場合は、最初の段階で、細筆で、僕の場合は大まかに色を入れていきます。一番奥に映ってる壁の光であったり、細かな影の部分であったり、大まかな全体像をイメージしながら色を入れていくという感じですね。で、この場合も前回と同じように、一箇所に固執して塗るんではなくて、全体像を捉えながらまんべんなく塗っていくという感じになります。で、同系色のところはもうこの段階で、同時にできるだけ多くの場所に色を入れていきます。今はちょうど影の部分を塗っているところです。で、ここでは、椅子を描いているところですね。椅子の上にかかっている上着であったりを大まかな形でいいので、細かくこの段階では描き込む必要はないですので、大まかな椅子の配置を意識しながら
比較的暗い色を今入れているところです。でさらに、前回塗った机に映っている椅子の影を入れているところですね。濃い色をこういう風に入れていくとだんだん しっかり形が締まってくるので、影を描くことで形を表すというイメージですね。このね、今回この上の部分の色味は結構出すの苦労しました、これ今描いてる段階でも迷いながら実際描いてます。なかなかイメージ通りに色が出なくてですね結構苦労しました。で、机の側面の部分、テーブルの側面の部分の今影を入れていってます。で同系色の色を同じように気づいたところに入れていく感じですね。でこの段階ではもう一番白抜きしている部分っていうのは光が一番明るい光源の部分のみだけが白い部分になりますね。でこの部分に後からまたホワイトを入れていくので、それはもうほぼ最後の方になってきます。この段階では引き続き境界にいろんな色を入れたりとかしながら、さまざまなこのショーツのモチーフの中に存在するものの形を、浮かび上がらせている段階ですね。で一貫して、この段階は、細筆で、書き込んでいます。今は遠くに映る人物の顔の部分であったり、そういったところに色を加えています。ここではテーブルのハイライトの部分に今は少し明るめの青色を入れているところです。でこの段階でも細かいところは気にせずざっくり色分けをするというイメージで、色を入れていきます。
手前を塗って、今度は奥の遠いところの影色を今入れているところですね。でさらに暗いハイライトじゃない、さらに暗い影色を今入れていっています。この段階まで来ると大まかな形が浮かび上がってきましたので、ここからは細かく形を仕上げていきます。さらに色味の違った同系色の色を入れてみたりとか、細かなハイライトの部分を入れていったり、テーブルの上にあるナプキンであったり雑誌であったり、そういったものを書き込んでいく段階に入っています。細かい棚の上にある瓶とかボトルとか、そういったものをこれから少しずつ書き込んでいきます。まあ後々変えていくんですけれども、今手を加えてたところの黒板っていうんですかね、メニュー表の中にある文字も最後の方では少しずつ書き込んでいきます。比較的まあ暗い影色を入れながら全体の調子を整えていってるところです。でこの段階で、人物の形であったりとかを調節しながら描いています。椅子の足であったり、の部分ですね、そういったものを描いたりとか、奥の方のさらに暗いところの影をしているところです。椅子の細かな光の当たってる部分に今色を入れていってます。でこういう風にしっかり形を、椅子の形を全部描かなくても、光と影を入れることでその対象物の形というのは浮かび上がってくるので、はい。でまあもともと僕自身の画風というのがその場の空気感であったりとか、
気配というものをまあ表現したいという思いから書いてますので、あの省略してる部分とまあ強調してる部分のバランスをあの確かめながらあの筆を進めるという感じになります。で今こうやって改めてあの映像を見てるんですけれども、ちょっと右上の部分が光って色飛びしてしまってて見にくいですよね。本当に申し訳ございません。今後またあの改善していきますので、よろしくお願いいたします。もうここまで来ると完成に近づいてきました。細かなハイライトの部分を調節しながら、あとは形であったりとか削る部分、細かく書き込んでいく部分を微調整しながら完成へと向かっていきます。はい、今回はこんな感じでお店の中をモチーフにした絵を描きましたけれども、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。もしよろしければあのチャンネル登録高評価の方をしていただけると励みになります。今後ともよろしくお願いいたします。そんな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。